皆さんこんにちは、ママです。今回は久々に我が家の平日の晩御飯の様子をお届けしたいと思います。皆さんご存知のように、ママは ADHD でして、普段料理する時もちょこちょこやらかしてはいるんですよね。で、普段はそういうところはもうカットしていっちゃうんですけど、今回はそういうところも残してよりリアルな晩御飯の様子をお届けできたらなと思ってます。パソコンの上のちっちゃい木の引き出し、豚だらけだった。折れてます。できました。トマトは切っただけ、ほうれん草のごまあえはお惣菜です。めっちゃ適当やん。そんなことないよ。腹減った。そんなんす、まあ、時間かかってしまったな。撮影しながら作るのめっちゃ時間かかる。でもママの味噌汁が一番美味しいと思う。豚汁？味噌汁？豚汁美味しい。ママの味噌汁めっちゃ美味しい。じゃあ普通とどのくらい薄い？普通がもうどんくらいだったのか。今本当はね、あっちゃんは塩分は取った方がいいんだよね。塩は塩化ナトリウムとかじゃなくて、ちゃんとした塩を取った方がいいらしいけ。塩でも舐めるか。火曜日です。今日は、照り焼きチキンとじゃがいものガレットと野菜のスープを作ります。誰か手伝ってくれる人。野菜スープはただある野菜を刻んで、鶏ガラスープで煮込むだけです。うちはもう鶏肉がすごく多いです。まあ、子供たちが好きっていうのもあるし、まあ、コスパがいいっていうのもあるし、魚も好きなんですけど、骨を取るのがめんどくさくて作らないといけないなと思ってるんですけど、近いうちに魚料理しようかな。作ろうと思わなきゃ作らない。なんでうまく切れないのかな。照り焼きチキンにはいつもね、片栗粉をまぶしてます。あ、でも足りないかも。まあいいか、ちょっと片栗粉少なめだけどなんとかなるでしょ。じゃがいものガレットにも片栗粉いるやんけ。買ってきました。今日はじゃがいものガレットです。これこれ、今日いつもより豪華なの。
めっちゃ綺麗にできた。ピザ用チーズが一つかな。水曜日です。今日はこのレシピブックに載ってるミートソースのパスタと、子供たちがね、パスタはペンネのタイプが好きなので、ペンネでミートソースのパスタ作っていきます。それと野菜スープと、あとはもうトウモロコシを茹でるだけの簡単な晩ご飯です。たまに気がない、あった、タイマー8分。できました。変わったミートソースがね、ほんまケチャップが入ってない感じ。ちゃんとトマトソトマト缶で煮た、ちゃんとしたミートソース。これが本当のミートソース。おいしい。いつもこんな感じじゃないのね。普通はね、スパゲッティだもんね。そうね。でももう初めて作るしね。ミートソースは、多分何年も作ってない。おいしい。よかった、おいしい。でもイタリア行くとさ、めっちゃいろんな形のパスタあるよね。何そんな形種類あるの？何だろう。イタリアのスーパーでね、パスタを買ったっちゃけど、日本のパスタってちゃんとさ、ビニール袋みたいなのに入って密閉されとうやん。紙の箱みたいなのにそのまま直接入っとうやね、ポポンって。しかもさ、その紙の箱がさ、めちゃくちゃへこんどったりしてさ、扱い方が雑っていうか。木曜日です。今日はうちのド定番のハンバーグとかぼちゃのポタージュとサラダを作ります。ハンバーグのレシピはクックパッドを見て、でずっとその同じレシピで作ってます。でももうだいぶうち流にしてるので、ほとんどオリジナルなんですけど。すごいよね。このもん。ラインスタンプを作るっていう発想がママにはなかったからさ、すごいなと思って。これ熱い。お、いいね。熱い感じが出てる。
なんでやろうね。こういうやつ。すごい、これ見せていい？でも全部見せるとネタバレになっちゃうから。あ、そうやで。少しだけ。滑らかになった。おっと、こぼれる。ここにメモリがあるんですよね。なので計量カップ代わりにもなります。ありがとう。サラダです。できました。でもハンバーグのタレってママが何してるの？ママが砂糖と醤油とみりんとお酒で混ぜて作ってる。この前さ、ハンバーグのタレがご飯にかかった。うん、結構美味しくない？うん、それも。週末です。パパがね、とっても今週お仕事が忙しくてお疲れだったので、今日は飲みメニューにしようと思います。手羽先とこれ揚げるだけです。それからパリパリポテトダブルチーズ、これも揚げるだけです。あとはもうサラダと山芋鉄板を作ろうと思います。あ、こっちかな。できた。本当は輪切りにしたかったんですけど、最初セット間違えて千切りもできてます。まあ食べれば一緒。サラダメだとこんな感じなんだお好み焼きっぽくない？うん、だけどソースがね、なんだ、
うん、ソースがたこ焼きソースしかないけど。うん、おいしい。お、よかった。でも醤油でもいいかも。醤油おいしい。醤油おいしい。うん。ハクパッチャー。すーちゃん結構お醤油味が好きだよね。うん。というわけで、我が家の5日間の夕食の様子でした。うん、カメラの前では品種変更するんだ。まあ、あまり家事が得意じゃない私なんですけど、少しでもね、なんか参考になったら嬉しいです。で、動画の中で登場していたこちらのね、スマック8 Pro についてちょっと説明させていただきたいなと思うんですけど、今回ね、提供でいただいたものなんですけど、すごくね、良かったです。スマック8 Pro はこちらのミキサーとフードプロセッサー、そういった機能が一つになっているもので、その名の通り1台で8つの機能がついてます。みじん切り、千切り、輪切り、おろし、離乳食を作ったりふりかけを作ったりもできますし、スムージーなんかも作れるみたいです。今度作ってみようかな。もともとミキサーは使ってたんですけど、めちゃくちゃ軽いです。こうやって注ぎやすいですね。片手でひょいっていけます。わかりますかね、これチタンの刃になってて、すごいね、ハイパワーなんですよね。めちゃくちゃ早いです。みじん切りするのも千切りするのもミキサーにかけるのもものの数秒でだいたいできてしまいますね。最初の方はやりすぎちゃってあーって感じでした。この電源がついてる本体以外は全て食洗機で洗うことができるので、後片付けもね、楽なのがいいなと思います。このブレードの刃も片付けるときはこんな感じで収納しています。収納もこれだけの機能がついてる割にはそこまで場所を取らないんじゃないかなと思います。スマック8 Pro は概要欄に商品リンクを貼ってるので、もし興味のある方はそちらから探してみてください。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。いつも言ってなくない？案件やけんさ。